メイドの漫画家森かおるは自分の絵がうまいという自覚がなかったため、プロの漫画家になれると思っておらず、メイド仲間を探す目的で同人誌を描いていた。本格的に漫画を読み出したのは中学の頃で、紙の裏に落書きで絵を描いていた。漫画家への道は高校の友達に同人へと誘われたのが最初のきっかけだった。あがた文雄名義で同人活動をしており、初めて描き上げたのはシャーリー。同人イベントで編集者に声をかけられ、コミックビームでエマを初連載し漫画家デビューした。自他ともに認めるメイド好きで、衣装や装飾品に対するこだわりが非常に強く、とにかく徹底的に描き込む。画力の高さもすごいが、筆のスピードも速く、元サンデー編集長の市原武則も100人以上見てきたがぶっちぎりとコメントした。現在連載中の音嫁語りは、幼い子や嫁が描きたい、あと馬と中央アジアとシルクロードと民族衣装ということで始まり、漫画大賞を受賞し、日本と中央アジアとの交流促進にも貢献した。とにかく楽しみながら漫画を描いていて、80歳まで現役で描くと宣言した。